の熱海行きに乗りたいと思います。今日も銀座までの Vlog を撮っていきたいと思います。今日は3月の16日2024年の3月の16日です。北陸新幹線が福井まで今日続進するっていう記念の日です。が、私はちょっと乗らないんですが、北陸新幹線には今日はですが、ちょっと楽しみにしていたので、天気も良くてっていう日です。今日は2024年の3月16日です。日本で北陸新幹線が福井まで続進した日です。ので、その日の続進した日の私の Vlog をちょっと撮っていきたいと思います。よいしょ。今日はとても天気がいいです。晴れですね。なので結構暖かいです。今時間は11時半ちょっと前です。よいしょ。まずちょっとブリンケを借りたいと思います。よいしょ。はい。東京駅経由でお求めになるブリンケを押してください。行き先の路線名ボタンを押してください。東京駅。よいしょ。ご希望の駅名を押してください。東京駅。処理中です。ありがとうございました。追加の臨検情報を書き込みました。風がちょっとありますね。ちょっと寒いので、ショールを持ってきました。あ、今の時間はショールがなくても暖かいです。中にタイツ履いてるからですかね。よいしょ。タイツ履いてるから暖かいです。天気がいいです。とても反対側はこんな感じです。今日晴れてる。天気がとてもいいですね。晴れてるから向こう、あ、でも反対側も景色が綺麗ですが、こっちの方が明るく撮れそうです。よいしょ。
16ですね。とても暖かいです。桜はまだ埼玉の私の住んでる近くでは咲いてなかったです。がそろそろもう暖かくなってきたので桜が開花するかと思います。よいしょ。東京とかにはあのホームドアとかあのついてるじゃないですか。まだここの駅にはホームドアがついてないですね。昔ながらのままですかね。まもなく1番線を列車が通過いたします。1番線を列車が通過する。土曜日なんですけど、ちょっといつもと違う電車が通る。土曜日なので電車混んでるかもしれないですね。そしていつもより1時間遅いのでどうなんだろう、混んでるのかな。東海道線直通普通熱海駅。
るのかな、やっぱり。いつもの丸の内南口です。よいしょ。なので天井こんな感じで綺麗。はい、ではまた乗り換えていきたいと思います。あったかそう、外ちょっとなんか電車の中日陰だったからちょっと寒かったんです。ちょっと日向に当たりたいですが、乗り換え。天気いいですよ、ね、ちょっとだけ日向に当たっていこう。銀座まで乗りたいと思います。そう、こういうホームドアがついてるんですよね、東京って。東京の、あのセントラルの。なので次のメトロに乗りたいと思います。行きたいと思います。ホコ天になってますね。はい、反対側もホコ天です。よいしょ。では今日もちょっとエステに向かいたいと思います。天気がいいですね、とても。
返っていきたいと思います。行っていきたいと思います。今日は1時からで3時間です。エンダモロジャダイアンスが2時間とヴィーナスディーバーが1時間です。到着したっていうところで、今日の Vlog は終わりにしたいと思います。車内にお年物をお忘れ物なさいませんようにお注意ください。お財布やスマートフォン、お土産品、上着類などお忘れ物が大変多くなっております。お手回り品を今一度よくこの場にてお確かめください。8番線の列車、この後車庫に入る回送列車に